今夜の天神アクターは大道芸に挑戦。その壮絶な日々を追ったドキュメント。マッサイ一流のパフォーマーを目指し世界で活躍する大道芸人に弟子入り。しかし待っていたのは厳しすぎる道のりだった。過酷な練習を乗り越え、ついにその成果を披露。大勢の観客を前に彼らの結末は、目指せミスター大道芸天神パフォーマーへの道。今回大道芸に挑戦するのはこの4人。天神アクターを代表してマークと勇気、さらに候補生から森と大塚が参戦。お前らやれんのか。早速今回の講師が待つ劇場へ。それではご紹介しましょう。パフォーマーのミスターブンブンさんです。どうぞ。はい、どうもどうも。はい、ようこそ。いただきました。福岡を中心に世界で活躍するパフォーマーミスターブンブン。まずはその妙技、とくとご覧あれ。すごいこと起こりますから、こうやってポン。すっごい今来てますよ。来てます。これをねぶつけましょう。ダーッとダーッとこういう感じで、ダーッツイッツイッツ。まあこんな反応があると思いませんでした。お遊びはここまで。この後一同驚愕の大技を披露。ご覧くださいませ。はい、リンゴ。リンゴでございます。これをお手玉しながら食べちゃいます。いやいやいただきって言いましたら、まずっていう大きな声でよろしいですか。はい、はい、いただきまっさい。うわー、やばいやばいやばい。さらに何やら巨大な風船が出てきたが、3、2、1、はい。すごいですね。すごい、技だけじゃなくて楽しませるっていう、見せ方が点で、すごい面白い。なんでお前上から言うんだ。というわけで今回これに挑戦していただきます。パフォーマンスをみんなに習得してもらいます。時間がない。時間がない。そう、今回は一人一芸の習得を目指す大道芸プロジェクト。20日後に迫った本番、お客さんの前で披露することを最終目標とする。